高知市の県立公文書館で開催中の備える学ぶ南海トラフ地震対策は、今回公文書館が初めて企画したもので、会場には県が所有する貴重な資料28点が並びます。こちらは1946年に発生した昭和南海地震の体験談が綴られた県発行の情報誌。巨大な揺れが旧中村町、現在の四万十市を襲い、被災した町の様子が詳細に描かれています。このほか津波避難タワーの設置状況がわかるパネルなど、県がハード面とソフト面で進めてきた地震対策を楽しみながら学べる内容になっています。一人でも多くの方にその南海トラフ地震に対する関心を高めてもらいたいなと思っております。企画展は12月25日まで開催中です。